い。今は会場ついて、あの結構やっぱ熱気がすごいね。すごい、マジで。いつもよりもちょっと狭めのところに結構密集してるんで、結構熱気がすごくて、まあ、ブレイクダウンの控え室、なんかもう回を重ねることになんか慣れてきたけど、会場より遅かったもんね。会場より結構ちょっと遅かったね、うん、だけど、まあ、体重が昨日 60.9kg で計量パスしまして、そこからまあ飲み食いしたら、まあ、65ぐらいまで戻ってもうフェザーまで行ったよ。大きいフェザー級で今日戦わせたんですけどまあ体調めちゃくちゃいいんで、あの今からアップしていきます。 OK です。まあまだ時間まであと4時間ぐらいかな。うん、あるし、まあのんびりって感じでゆっくりしていきます。 OK です。今プロ対抗戦が最後になってるんで、僕の試合ももう間もなくということで、今からもう裏行くんですけど、アップもみんなのおかげでバッチリなんで。どう仕上がりどうですか？仕上がりめっちゃ綺麗です。体重戻したけど大丈夫？うん、いつも通りの感じで、フェザーの時のところで、キレはバンダムの感じで、練習通りにやれば絶対勝てるから、しっかりぶっ通していきます。 OK です。 T シャツもいい感じやね。うん、あとスポンサーさんも、スポンサーさんも一緒に今回一緒に頼みます。また終わってから紹介します。紹介させてください。じゃあ頑張ってください。いきます。よろしく。エンジンエンで声出すのクッスンでガチか今回クッスンらしいです。おい、声聞こえるんけもうそのまま行っちゃうよ声聞こえるやばいよ今回クッスンやからねあいつトイレ行ったぜ。トイレ行ったあいつエンジンで言いたいばっかり。トイレ行ったやばいやばい。パフォーマー女の子だけや。あつき、俺ら野郎で勝てるわ、人数で。いや、俺今、コンタクト外してから真っ暗何も見えんねん。あ、そうか。お前、反応しろぞ、全部。あ、悪かったよ。二人目だろ、お前。ジャックさんに謝るやん。ジャックに謝らんの。やべ、ジャックに謝らんの。あつき、なんか、歳三のパフォーマー見て興奮してます。いや、何も見えないっすね、今。勇気さっきついて撮って。だって、ジャックの映画。ほら、もう。今、あの、ブルダン専用のカメラ来た瞬間、こんな目こないだね。ハハ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 。やばい、前回より仕上がったね。なんだかんだ言って蹴りはバンデムの体のままっていうか、うん、スピード増してキレも増したし、いい感じにバンデムで持ってこれたから。今体重フェザーやけど、キレ増しとったね。ヒロちゃん、ヒロちゃん、頼むわ。ワセリン。あの、今日めっちゃうまい。うまい。汚いぞ。入場の時はどんだけ声出してるか。シャー。相手に負けんぞ。どうぞ。シャー。視聴者の皆さん、みんなと思っていると思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。俺は完全にサイドを取りましたよ。頑張れ、行くぞ。
アーカーコーン168cm 60.85kg 高原空手一本のダンスメスアツキーシャーキャーいかるぞアツキ深呼吸な深呼吸まずは会社を出だしはいシャーキャーさあオーケーストライハラハラハラオーケーアツキアツキナイスオーケーハラノーノーハラアツキハラハラアツキアツキハラガードガードアツキガードガードアツキガード上げろガード上げろ頭巻いてんじゃんガード上げろアツキ頭巻いてんじゃんオッケー膝膝膝膝膝膝アツキ膝ブレイクアツキ膝でオッケーナイスオッケーオッケー膝嫌がってる膝アツキ膝膝オッケーナイスはい膝嫌がってるオッケーアツキ蹴るアツキ腹腹腹すっごい効いてるぞすごい嫌がってるオッケー、アツキ、アツキ、ガードガード、ガードだけど、ガードだけど、アツキ、ガードだけど、ウェイ、ウェイ、アツキ、膝ろ、膝ろ、膝ろ、アツキ、膝ろ、膝ろ、膝ろ、アツキ、右足、右足、そうだね、今の、オッケー、オッケー、アツキ、膝、膝、そこ膝、ガードだけど、膝、アツキ、膝、アツキ、右、アツキ、ガード上げて、ガード上げて、オッケー、アツキ、いける、そう、それ、腹、アツキ、腹、腹、腹、ミドル、ミドル、オッケー、それだ、ナイス、アツキ、いけ。ハイタイタアツキもう一回ハラアツキナイスダウンダウンダウンアツキハラ左左左左左 OK 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 アツキハラアツキハラねハラねハラねハラキド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 ハラ左の膝すっごいそんな冗談膝持ってて全然全然全然近づいたら膝ね膝膝めっちゃ入るこれ聞いたこれ聞いた判定の結果を発表しますジャッジドローせやジャッジ全然全然ドロー右よジャッジ王様見せ見せドロージャッジ勝利ドロージャッジ王子ドロー結果ドローのためこれより1分間の延長戦に入りますケリ持ちたあそこから上げてもっとまとめろもっとまとめてあの、ローもローもガードだけ上げて、うん、ガード上げてね、アツキガード上げてガード細かくまとめて蹴りはドーン蹴りドーンいけるよ、アツキ絶対勝てるからエクロー！ワン！ほい！楽しもう楽しもうオーケー、いけるよ、アツキいけるよオーケー、それだアツキ、それ全部聞いとるよ、オーケーオーケー、それそれそれアツキ、それオーケー、ナイスもっと膝まとめてロー、オッケー、ナイスオッケー、それやつけ痛かったオッケーナイスだよっしゃナイスそれやつけ、ナイスマジけ、それそれそれアツキ、いけるよいける、深呼吸膝、アツキ、ガード上げてか、ガード、ガード上げてアツキ、ガード上げろ、ガード上げろ、オッケーオッケー、それやつけ、ナイスオッケーガード上げて、腹聞いとる、腹聞いとるよアツキ、腹アツキ、腹アツキ、アツキガードガードガードアツキガードガードオーケーそれ腹オッケー聞いたナイスアツキガードガードアツキガード上げて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 オーケーアツキ腹ローまでローまでアツキオーケーアツキローあまとめる膝膝アツキ近づいたら膝オーケーアツキ20アツキ20頭振ってなアツキ蹴りオーケーそれ蹴りオーケーアツキ付き合うな蹴り膝アツキどうもし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 丸最後回っとけオーケー時間オーケーよしよしよしラストオーケー最高アツキアツキいいぞ最高判定の結果を発表しますジャッジアキア赤、ダンチメンアツキよしオーケージャッジ・イーブシ赤、ダンチメンアツキジャッジ・オーソン赤、ダンチメンアツキアツキジャッジ・ショージュ赤、ダンチメンアツキジャッジ・オーディエンス赤、ダンチメンアツキ以上、おさめておりまして勝者、ダンチメンアツキOK おめでとうよかったよおこんなんじゃダメや
いいわよ。最高やった。次倒してやりましょう。アツキ試合お疲れ様でした。よろしくです。勝利でございます。アツキどうですか。勝ったは嬉しいけど、やっぱり悔しいが一番大きいね。やっぱこのバンダムのトーナメントで、やっぱ全員が敵やから、このバンダムのトーナメントは。だからこそ、今回の勝ち方にこだわりたかったけど、倒しきれなかったし、正直俺も危なかったっちゃ危なかった。でもその上で、他の3試合か、全部 KO でさ、終わってさ、やっぱこんなもんじゃダメやね。やっぱ、もっと強くならないわ。やっぱこのベルト取って、富澤さん倒すには、もっと今よりも1段階も2段階も強くならんと。強くやから、ちょっとまたみんな当たるわ。ありがとうございます。次11人にまた来るから、そうやな、皆さんの熱く成長楽しみで、はい、お願いします。お願いします。やっぱ今回一緒にね、戦っていただいたスポンサーさんを少し紹介させてください。紹介、まずパンツスポンサーなんですけども、メインはバージャックさんです。これ前回のオフ会の会場でお借りしたバーなんですけど、片町に新オープンした、新オープンオープンして、オープンしたバーなんで、皆さんよく行ってよかったらお願いします。あとガレージ GG さん、こちらの車屋さんですね。僕もレクサス納車するときにお世話になった車屋さんです。あと内装工事の株式会社ジールさん、内装施工工事のジールさん、今回からついていただきました。そして、いつも本当初回からずっと応援してくれてる三世大也さん、こちら大阪にある会社でセイナー選手のお父さんの会社になります。ありがとうございます。そしてまた団地で入れさせていただきました、まず石油王のアッチュさん、今回もね、裏のメインをついていただきました。金沢の立町にある団地面がすぐご用達にしているお洋服屋さん、高級なお洋服に取り出るアンシャルさんですね。で今回のアツキのプレゼントも、ね、今回の俺の前日記者会見とかのお洋服もこれアンシャルさんで、購入させていただいたものになります。そしてこちらめっちゃファンな方から後ろスポンサーついてきました。 IK プラスさんとヤッペさん、ありがとうございます。ありがとうございます。エルフ金沢さんですね。こちらレペゼンがフランチャイズ、レペゼン地球がフランチャイズしているところの片町に、金沢の片町にオープンしたバーになります。これが今度、オープンするかな。それでまあもしかしたら僕一日店長とかでいいかもしれないんで、それをまた SNS なんかで告知させてください。カメラマンやカメラストラップなどを専門に、展開しているフォーサイエントバーさんですね。こちら団地面のチャンネルのアイコンの写真も撮影していただいた方になります。いつもありがとうございます。そしてこの企業様だけじゃなくて、個人スポンサーの方にもね、個人的にたくさんご支援いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。今回は一口1000円で50口の方にこういうオリジナル T シャツ6枚しかないんですけど、こちらをサイン入りで送らせていただきますので、今回は本当にありがとうございました。今年の2月にブレイキングダウンに初参戦して、今日で5回目、ブレイキングダウンで全部で1年間に4回なんだけど、その中でも5回出場できたところすごい嬉しいし、回を重ねるごとにたくさんの人に応援してもらえてるから、本当にいろんな人に支えられて試合ができてます。やっぱそういう人たちにもまずは結果で恩返ししたい。まず今回は勝つで良かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。来年のイレブンに向けてまた頑張っていきます。また協賛などにご興味のある方はぜひ募集してますので、お気軽にお電話ください。お願いします。そして最後に12月23日に金沢市でオフ会をやります。これはクリスマスオフ会に対しまして、また詳しくは。詳しくはまたご案内しますので、そこで祝勝会も兼ねてみんなで盛り上がりましょう。待ってます。俺思うんですけど、今回いろいろあって思うんですけど、俺ね、自分に負けてるっす。そう、本当にダンチム君何人人として強いんですか。いやいや、全然違う。25歳ですよね。僕こう見えて28歳なんですよ。いや、私の最初のところですか。はい、そんな知ってますよ、やめてもらってね。いや、まだこんなこと言わないです。マジ僕何弱かったっすか。弱くないっすよ。俺も正直1ラウンド目のやつグラグラしてたし、ね、でもそこいけんかったんですよ。見てる皆さん分かると思うんですけど、聞いとったら分かるんですよ。でもいけないんですよ。なんでかって怖かったっす。普通に怖かったっす。普通に行ったらやれると思って怖かったっすよ。だけど俺も人生1回しかないから、ここで負けて終わりたくないんですよ。本当に俺こうやって10出させてもらえるだけでも俺は恵まれてるんで、そこを絶対
逃したくないし、俺ダンチメン君には絶対リベンジするんで、それだけはちょっと僕も頑張ってまたたどり着けるように頑張るっす。僕もあのそれまで絶対に負けられないんで、はい、バンタム級トーナメント優勝してくださいよ。優勝します。富澤に勝ってくださいよ、はい、ありがとうございました。決勝でやるんじゃなくて準決でぶっ倒してくださいよ。準決のどこでもしっかり倒してマジで気合入れて、はい、応援します、はい、ジョナスも倒したんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。本当にありがとうございます。もうちょっと気合入れて決勝で盛り上げましょう。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。